おい、アキトはどこだ。おい、いた。お前、お前、星四らしいな。画面越しのユーチューブユーザーの皆さん、こもっぴです。さあ本日は2月18日、プロセッカー次回イベント情報更新される日になります。で、まあ、ビビバス箱イベ、そしてアズサーコハネちゃんバナー、言われてましたがその通りでしたよと。まず公式ツイッターの方読んでいきます。明日2月19日15時よりイベント、キックイットアップノッチを開催。ついにクロールグリーンでのイベント主催が決まり、気合を入れるビビットバットスクワットは、タイガさんがイベントに来てくれると喜ぶコハネたちだが、その時タイガの元に一本の電話が届き、てんてんてん。ではこのバナーのアズサーコハネちゃんですね。あ、バイト先の先輩にしてほしいポージングランキングナンバーワン。地べたに座りきることもなくしゃがんで帽子取ってこっち向いてニコ第1位です。プロセカ内のお知らせの方も見ていきましょう。はい、なんというかこのイベントのロゴすごく可愛いんで、ランキング報酬の称号すげえ可愛くなりそうだなっていう。プロジェクト以下逆、次回のイベント開催についてご案内いたします。チアフルライブではなくマラソンイベ、めちゃめちゃ短い。あそこ28日までか。開催期間が2月19日15時から2月26日20時59分。この期間中にセカライの大阪公演が開催されてる。僕はちょっと立て込んでていけないんですけど。はい、タイプボーナスでハッピータイプ、これもまあハッピーで来るだろうと。でビビバスってハッピータイプが一番確か編成強くなるみたいな感じだった気がするんですけど、スペスキがいるかどうかでまた編成変わっていくのかなっていう。メンバーボーナス、アスターコハネ、シライシャン、シノノメアクト早いよな、早いよ彼。2周年に限定が来て、で誕生日も挟んで、で、12月末、シノノマークとバナーのイベントが来て、さすがにと思ったけど星4でしたね。で、コハネちゃんに関しては3月入って、すぐ、ハッピーバースデー来ちゃう。で、あと、ゲレンデの次の星4になるのか、白石あんちゃん。ふーんですね。アフターライブ、アフタートーク、ございますよ、といった感じになります。ハッピータイプなんで、正直編成は私も、いつも使ってるこのつよつよパンケーキ、そのまま採用、ぽいですね。そのまま採用です。まあ、ガチャで、ピックアップ引けない場合はこれで。で、イベント終了後のハッピータイプの編成考えると、まあ、スペスキいてほしいなって感じですね。はい、ちなみにビビバスのハッピータイプ、他にも、このような感じで。って考えたら、アキトハッピータイプ3枚目か。なるほど。なんだかんだストレイ限定のアキトはずっと使えてきたから、ありがたかったけど、もしかしたら交代する可能性があると。星さんだけで言うと、アンちゃんのハッピータイプはないのかな。まあ、皆さん自分に合った編成、箱イベなんでね、250% までは簡単に組めると思うので、そこからどう工夫していくかって感じですね。まあ、正直来ないと思ってましたね、アキトに関しては。はい。アキトに関しては、まあ、コハネちゃんバナーだったらアンちゃん星4来るんだろうなと思って。あとバチャシンかなとか。うん。アキトは違うだろうなと思ってましたね。いつもこんな感じですけどね。アキトは違うんだろうな。だから彼来ちゃいますけど。まあ、なんとか。しますか、2月。もう、結構課金してる気するんですけど。ぜひみんな、まあ、イラストにもよりますけど、コハネちゃんもこの特訓前めちゃめちゃ欲しいですね。はい。まあ、明日ね。また、まじまじ、イラスト見て、ガチャ引いていくので、よろしくお願いいたします。オピーさん、アキト引いてくださいって方、明日ガチャ動画上がりますので、チャンネル登録、そして高評価、通知もやっていくと、ガチャ動画上がった瞬間に、動画が見れるのかなと。最後までご視聴ありがとうございました。